あるの持ってきましたんで。ありがとうございます、うん、僕は最近いろんな動画を見てて、これができる女の人かっこいいなって思った、うんうん、だからカホもできたらすごいいいなって思った、うん、だからちょっと挑戦してもらおうかなって思って、うん、僕もでもちなみにできるようになりたいから、うん、まあ、いつかやると思うけど、とりあえずカホにやってもらおうと思って。なんでカホが先なの。できた方がいいよ。そうだね、うん、後々の人生のために。そうだね、はい、どうぞ。いいよいいよいいよ。今日はちょっと川に魚さばいてもらおうと思って。すごくねこれ。普通にスーパーに売ってるね。最初気づかなくて、ね、壁に擬態してたの。そうそうそう。うわあ。すげえ。辻ちゃんを見てたのよ、僕。辻ちゃんの YouTube。うん、あ、もう見た。したらなんかもう顔ぐらいあるんじゃないかってくらいの。こんなね。ね、タラをさばいてて。タラなのあれ。マダラ。かっこよって。子供しょいながら。そう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 。育児の片手間であんなでかいのさばいてたのよ。もう憧れちゃった。ね、あれすごいよね。うん、カホにもできるようになってもらいたいなって。じゃあラップでも吐いてみる。まずはこの生身に触れてみる。そうね。え、本当に初めてでしょ。初めて、うん、記憶ある限り。記憶ない頃にさばくはないと思う。そりゃそうだ、そりゃそうだ。多分初めて、うん、あの装備は揃えてきたから、100均って鱗取るやつとかね。わー、でも結構、うん、なになになに。いや、なんか触るの躊躇すると思った。意外と、うん、いける、触れる。あ、ほんと。塗ってきたからか。さばいて、今日はお刺身にしてもらいたいな。わー。それでもじゃない。おう。あう。おう。名前は？ああ、タイです。マダイ。はい、2000円ぐらいだった。でっかーい。疲れた。じゃあ順番に行こっか。鱗落とす。はい。さっき見たのは、うん、尻尾の方から頭の方にこうガッガッて、こうね、そう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 。え、ほらほらほら、取れてきた。わーお、ここだ。わーい、取り忘れないよ。見て見て。なになに。なんか桜の花びらみたいな。本当だ。どうどう、鱗取りは。え、結構楽しい。あ、これ楽しい。髪の毛耳にかけて。だってもうもう戻れないもんね、後には。ねえねえ、これ何？あ、なんでもない、ごめん。なになに、どうした？どこだった？だろうね、だろうね。あ、もう髪の毛結んで。よかった。うわー、まだまだあったわ。なんでも顔の髪。もう一重いけるのか、これは。どっちなんだい。あー、切れたー。え、あ、それもう出してるやつだよ、その。知らないよ、捨ててないじゃん。ほらほらほら。おー、いいじゃんいいじゃん。楽、その辺は。今朝持ってきたのかね。うわー。どっか行ったぞ、台所のどっかまで。私の時、鱗いっぱい出てくる。最悪だ。うわーい。もういいや、うん、よし、多分。じゃあ、ジャーッと流してください。ゲボ出てる。出てない、出てない、出てない。違う違う、ゲボじゃない。枝を取っていきます、まずは。おーっと、これは。あ、それだ。この赤いやつ。取るって何？なんかね、取れるらしいよ。え、こうやって取るの？包丁でやるけど。切り離していきます。シャクシャクっと入れればいいんだ。ここに行った。で、下。ここにあるって言ってたよ。うん、うん、うん。キチョキチョキと。こう切ってた。そうやってやってたね、うん、で、あと上と下。硬い。気をつけてね、手は。お、なんか切れたっぽい。お、切れたっぽい。学んできたよ、カホが。何狙って、どこ。よ、すごい、まだまだくっついてる。どこだ、どこだ、むずいよ。取れた。おー。うわー、怖い。
やりすぎるとなんか苦いのが潰れちゃうらしい。切れない包丁だな。もういいよいいよ。切って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 。いや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 。切れてる切れてる。いやいや。切れた。切れた。つくついてない。うわなんか何かしらがあるね。ブニ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 。うわ。何にビビったの今。タイが泣いた。オープン開けた。おお。何か出てくるよ。何かがあるね。何か出てくるのビロビロ。何これ。なんか緑の液出てきたし。あやばいやばい。どうすりゃいい。何か出てくる。さあどう？取れたかも。取れた？うん、おお、すっきりしたね結構。よし、ついにここまで来た。ね、こっから砂漠って感じだよねやっとね。多分じゃあ頭を落とすらしいやか。うん。お、いいよいいよ。お、いいよいいよ。切れた。切れたね。それで？で、骨の関節できるだって。は？なんだよ。骨だ。これ。あ、ここだ。あった？わかった。ここじゃない？ここここ。柔らかいとこ発見した？うん。おいいよいいよいいよ。ほら。おお。お、すごい。お。取れた。すごい。頭。わお。すごいね。パオでも今のところいいんじゃない？できてる。うん。見る人からしたらあれかもしれないけど、まあ温かい目で見てもらってね。初めてだから。ね、こうだよね。そう。こうでザクーっていくんだよね。うん、そう。かっこいいよ、カホ。はい。はい。はい。お、いいよいいよ、そうそうそう、そうやってやれって書いてあった。おちょが、食われた。出せない。おちょ食われた。これが、かまってやつだね。うん。あ、なんだっけ、頭のことなんて言うっけ。頭って言ってた。頭か。すごくね、めっちゃ。オープンザドアしちゃ。美味しそうじゃん、めっちゃ。すごい。すごい。じゃあ。じゃあ。わーお。いいね。すごい。これ焼いて食べたら美味しそうだね。うん、うわ、完全にこれは、売ってるやつだ。すごい。すげー。顔すごい。よし。やっとここまで来たぞ。どう？今の感想は。今もうヘトヘト。じゃあ、ついに3枚おろし。はい。参ります。はい。まずはなんかよく僕が見るのは一旦なんかガイドラインみたいなここにピーって皮だけこう断ち切るみたいな感じでここでピーってでこっち側の身とこっち側の身で取るから。あ、ちなみに三枚おろしって意味わかってるよね。こっちこっち真ん中。あ、そう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 だから今からそれをやる、うん、最後のことは分かんなかったよ、トモヤの。ん？何？こっちこっち真ん中違う違うそれ自分の最後のことだこんな感じ？そう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 いうことそういうことそういうことそういうこと。ジャズジャズジャズ。うん。で包丁全体をスーって入れてたね。で三四回で中骨にたどり着く。おでも結構綺麗。本当だ。でその奥に中骨があんだよ。カホ結構うまいんじゃない？うん。あ。ボロボロになってきた。最初の人たちは良かったよ、でも。お、それっぽい、それっぽい。よい。それっぽいよ。よーし。初めての。初めての。バラバラ。ああ。いや、でもそういうもんでしょ、最初は。確かに、ここ見て。ああ、これか。なるほどね。こっちは結構。うん、この辺良かったね。ここだけで。取れた。はい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 。あ、こっちもぐちゃぐちゃ。おお、でもすごーい。
ましたよ、カホの。すごーい。すごいすごい。もう初めてにしてはいいんじゃないの？わからんけど。わかんないね。ね、骨のところを切ります。うん、はい。もういいね、いいね、いいね。これ何？あら汁にする？これあら汁にしよう。わー、うわ、楽しみ。すごい。やったー。腹骨をすくう。うん。わからん、全部切れちゃうよ。今までで一番わからん。うん。なるべくそっちに身がいかないように。すごい言っちゃった。まあ切れ味が足りないっていうのもあるだろうね、うちの包丁のね。いや、そういう問題じゃない。そう、この問題だよ。謎にさ、裂けてるよね、身が。謎に裂けちゃってるよね。わかんない、わかんない、わかんないよ。ねえ、むずいな。大丈夫、大丈夫。いや、ゆっくりでいいから、ゆっくりでいいから。よくわかんなくなってきた。なんか、包丁の使い方がままならなくなってきた。両手に、食えた。西日が差してきたね。うん。うわぁ、早く食べて、海鮮丼。いやいや、でもなんか形になる、ね、なりそうじゃない？うん。おぉ、しやしよし、創作。これがもうスーパーに売ってる状態のやつだよね。やった。もうもうだんだんダメになって。ぐちゃぐちゃ。はいはい、できた。うん。おお、よし、じゃあ次進もう。こうか。うん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 。お、いいじゃん、いいじゃん。できてる、できてるじゃん。ん、すげえ。意外と、うん、まあ、皮に残っちゃいはするけど、いいんじゃないそれで。あー、どんどん皮に赤いとこが。あいいね、これ刺身です。はい、すごいじゃん、カホ。これも、うん、それもじゃあどんどん皮引いてって、うん、もうちょいだ、カホ、頑張れ、頑張れ。いいじゃん。おお、きれい、きれい、きれい。おー、これすごいいいじゃん。こっちだって真っ白だもんね、下のやつ。すごーい、いいじゃん。どう？おお、すごい、カホ。すごいね、すごい刺身になった。こういう感じで、うん、もう何でもいいよ。柔らかくなっちゃった感じする。あー、皮なんか新鮮さで、あれかな。すげえ、ぐちゃぐちゃだもん。うわー、皮がさばいた。さばいたよ。すごいじゃん。これとかめっちゃすごいけどね。え、もうさ、これお刺身のバッグ、これでも1000円超えるよ。確かに。この労力、やばいでも。ね、やばいね。節約といえど。もう、この後かは何もできない。何もしないよ、から。綺麗なやつを選ぶ。あ、あー、ごめん。ごめん。でも美味しそうじゃない？こう見るとほら、いくらでも食べれるけどね。だってもう1個しまったのにこんだけあるから。はい、完成。すごい、カホ。やったー。できた、ありがとう、カホ。これもありがとう。いただきます。いきます。あやばい。いやー、できるね、やれば。できる。できたかな。できたって言っていいの？できた、できた。うん、うん、おいしい。うん、おいしい。うまいね。おいしい、うん、全然プリプリな気がしちゃうけど、うん、おいしい。すげえいいじゃん。うん、うまい、うまい、満足感やばい。達成感もあるし、うん、何これ、自分で釣ってたらもっとやばいね。やばいね、確かに。釣るとこからやったら、うん、うまい、うん、おいしい。感動すぎ。感慨深い、うん、うん、ここまでできた。そうだよ、カホは、さばききって、うん、初めて。3時間ぐらいかかったかな。3、4時間かかったね。ヒレ的な。しょうがない、塗るもんだよ。これからお寿司屋さん、
寿司食べるのなんかもう毎回感動した確かに、うん、でもたまたまスーパーにあんなあってよかったね、うん、顔なんか骨出てきたわ